皆さんこんばんは。今日はネゴシモンラインで強敵のクマを簡単に倒せる方法をやってみたいと思います。今クマと遭遇しました。で、僕がクマからちょっと離れるとクマが追いかけてきます。で、自分とクマの間に木がある状態にします。で、クマとの距離をとって間に木があるとクマが追ってこれないんですね、僕を。で、僕の攻撃はクマよりも届くんですよ、遠いところに。なのでクマの攻撃はこっちに当たらないけど自分の攻撃は当たるという状態になるんですな。で、あとはひたすら攻撃をし続ければクマを倒せます。で、このネコシムオンラインの自分のキャラには体力があってひたすら攻撃し続けるっていうことができないんで、体力がどん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 減っていっちゃうんですね。で、左上のゲージの青い部分が自分の体力なんだけど、これがゼロになると少し休まないと攻撃ができないというわけで、体力がなくなったら一旦攻撃をやめて少し休んで、体力が回復してきたらまた攻撃するという感じでクマを倒せます。もうすぐ体力がなくなっちゃいますね。あ、なくなっちゃいました。なので少し休まないといけません。僕の連打する音がちょっと映像内に入っちゃってるけど、まあ気にしないでください。もうあとここからは攻撃して体力がなくなったら休んで、で回復したら攻撃してっていう感じなので、まあそんな映像的に面白くないんで雑談でもしましょうかね。新型コロナウイルスだけど東京では1日に100人以上が感染しちゃう日が出てきてるけど、緊急事態宣言はいつ出るのかね。で、緊急事態宣言が出てから自分の暮らしはどうなるのだろうかとちょっと不安になってきてます、さすがに。で、ピーマサはこれまでマスクをしないで過ごしてたんだけど、そろそろマスクしないとやばいかなって感じになってきてるね。マスク売ってんの今薬局に。薬局じゃなくてもいいけど、今夜ネットでちょっと探してみようかな。僕はね、EC サイトは au のワウマしか見ないのよ。だから他のショップがどうかなっていうのが分かんないんだよね。やっぱりマスクは普通に買うより高くなってんのかな。今まで僕はマスクに全然興味がなかったから分かんねえんだよな。それにしてもさ、最近ライブハウスでの集団感染とかさ、ナイトクラブでの感染とかさ、よく聞くよね。なんでみんなそういうとこ行くんだろう。感染が広がるってことが分かってないのかな。今は我慢しようよ。我慢する時だよ。僕だってね、我慢してんだよ。まあお店経営してる方はさ、すごい大変だっていうのは分かるけどさ。こういう外出の自粛要請が出てる時に自分の飼ってる猫のチャンネルを運営してる人はいいよね。自宅でね、できるんだからとか。なんとか話してるうちにもうすぐクマを倒せそうです。皆さん、クマの簡単な倒し方は分かりましたでしょうか。っていうか、この動画見て何人の人が猫ジムオンラインやってるのか分かんないけど、はい、倒しました。今回はクマの倒し方でした。